はい、どうもありがとうございます。ということで今回もニャンコ大戦争、今回も引き続きスマホ版の初音ミクコラボの方やっていきたいと思います。ということで今回なんですけれども、前回ですねガチャを回した時に出てきましたこちらリン&レンなんですけれども、まあ、今回こちらのキャラクターの方をね、ちょっと実際にレベルの方をマックスにさせてちょっと使っていこうかなと思います。で、まあとりあえずそうですね、これ全部使っちゃいましょうか。はい、じゃあこれ使っていきまーす。で、とりあえず超激レアのところに行きましょう。まあね、他にもね初音ミクとか使いたかったんですけどもね、まあとりあえず今のところね当たったキャラクターは、リンレンだけなので、まあ今回こちらの方使っていきたいと思います。電子世界からの人気バーチャルシンガー登場、パワフル&チャーミングなツインボーカル、遠方範囲、黒い敵とメタルな敵をたまに吹っ飛ばして動きを遅くするということで、そうですね、実際にどうだろうな、まあ多分ステージではなかなか使う機会はないんじゃないかなとは思うんですけど、まあ可愛いんで許しましょうか。うん、まあ、2に関してはね。まあとりあえず、そうですね、まあ多分スタミナの方が全然ないと思うんで、まあいつものね、チャレンジステージの方で使っていこうかなと思うんで、よろしくお願いします。はい、ということでコストに関しては4350円ということで、まあそこそこ微妙に高いな。もうちょっと安いかなとか思ったんですけども、まあ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 、とりあえず、早速出してきて、どうやって攻撃するんだろうね。ボーカロイドが攻撃するなんてなかなか見る機会ないからね。うん、まあ他のゲームとかでも多分ね、コラボはしてるかなと思うんですけども、なかなか他のゲームはあんまりやらないんでね。まあとりあえずまあ出していきましょうか。いきます。はい、ということで、あーなるほどね。まあ遠方範囲なんで、まあこのまま、うん、なるほどなるほどなるほど。まああれですね、まあ、ちゃんとなんか、攻撃モーションとしてはまあこんな感じかなっていうのは予想してたんですけどね、ちゃんと物理攻撃だったらちょっとえぐいなと思ったんですけども、なるほどね。まあやっぱ色つくといいね。うん、まあちょっとね、やっぱそれらしくはなってきたなって感じがするんですけど、いやーでもミク使いたかったな。桜ミクも結構欲しいんで、まあせっかくなんでね、もうミクコラボに関してはあと残り2体なんで、まあコンプはね目指そうかなと思います。まあ確定来た時の方はね回しやすいし、まあ一応確定で出てくるんで、まあプラス上げにもなるかなって感じがするんで、まあとりあえずまあその時もねタイミング見計らって回すのもいいかなと思います。まあね、レアキャラと激レアがね、何もないっていうのはちょっとねびっくりはしたんですけれども、まあねなんかね出て欲しかったなっていう感じはしたんですけれどもね、まあとりあえず今回超激レア3体のみらしいので、まあとりあえずね、まあ意外と簡単にコンプはできるんじゃないかなと感じはするんで、どうするか、そろそろもうにゃんこ封じましょう。はい、移動速度に関してはね何も、あでもあーまあそれなりにって感じがするね。へー、なるほど。いやミク使いてーな。ミクとねカリファでねなんかね並ばしたいんだわ。あ、まあこれはもうね、これもうねやられたらおしまいだわ。まあそんな形で、あとはね、猫ミクか、猫ミクの方もまだちょっと使ってないんで、まあそれもちょっとね、随時ちょっとやっていこうかなと、よろしくお願いします。ということで以上になります。はい、ということで今回はこれですね、鏡音、ね、リン&レンの方を今回使ってみました。まあとりあえずね、まああんまり多分使う機会はさほどないんじゃないかなと思うんですけども、まあ持っといて損のないキャラクターなのでね、まあコラボなんでも次いつ来るのかわかんないんで、まあ確保しておいてよかったんじゃないかなと思います。まああと残りね、2体いる、ミクに関してもね、後でちょっとガチャ回して、ゲットしていきたいなと思うんで、よろしくお願いします。まあ引き続きね、ステージとかもまだやらなくちゃいけないところがあるんで、まあそれもね、動画で収録しようかなと思うんで、よろしくお願いします。ということでここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。